アメリカとイギリスの両軍は22日航海などで商船への攻撃を続けるイエメンの新イラン組織風刺派への対抗措置として風刺派の拠点を新たに攻撃しましたアメリカの国防総省は声明で今回の攻撃について国際貿易や船員の命を脅かす風刺派の能力を低下させるためだと説明し風刺派の 地下貯蔵施設やミサイル関連施設などの拠点合わせて8か所を標的としたと発表しましたまた風刺派への警告として最も重要な航路で生命や自由貿易を保護することをためらわないと述べ風刺派が商船への攻撃を続けた場合さらに攻撃することを示唆しましたイスラエルとアメリカを敵視する風刺派はイスラム組織ハマスに連帯を示し イスラエルと関係すると見なした商船などへの攻撃を続けています。